皆さんこんにちは、親父です。本日は2022年12月27日です。あー寒い。外気温が今4度ですね。今ね、小雨が降ってる状態ですね。まあ、気温4度なんでね、まあ雨なのでぬくいといえばぬくい、でも4度と、まあ、先日ね、大雪というかね、寒波で、クリスマス寒波でやられました。私大雪で何年か前、中国道で20時間止められたっていう話をしましたけどね、今回はね、広島でマイナス完了で、ふるさとを帰るまでね、120数キロの距離なんですけれども、なんと8時間かかりましたよ。はい。まあ、途中で、まあ、30分の休憩をね、取って帰ったんですけれども、まあね、とんでもないところで、いつもはね、2時間かからない、距離をですね、3時間半かかりましたね。で、まあ連続走行時間30分前なので休憩してくださいと。だから休憩しましたよ。おかしなところで休憩になるんでね。なので一応、まあ休憩を取っていったんですけれども、その30分休憩を取ったらですね、それがもう運の尽きでしたね。事故と、まあ要するに事故で通行止めに遭っちゃいましたね。30分と止まったがために。で、本当に雪とかね、交通災害があるときにはね、早くその現場というかね、抜けときたいんですよね。で、早く帰りたい、やっぱしね。で、下手に休憩するとね、まあ雨もそうですけれどもね、雪なんとね、もう30分経ったらすごい積もるんでね。で、それ休憩をしなかったら、その峠を越えられたのにな、凍結部分を脱出できたのになというところがあるんですよね。なんでこの30分の休憩っていうのもね、よし悪しですわ。で、こういったね、悪天候の時にはもう早く現場を抜けときたいですよね。でないと逆にね、しんどいですよ。30分休憩したためにね、通行止めとかでね、通行止めといってもね、寝られませんからね、道路の上で足上げてベッドの中でね、いつ動くかわからない。まあ、結果そこにね、1時間も2時間も道路の上でね、もう過ごすことになりますんでね、無駄な時間ですよ、これがね。で、いつ動くかわかんないでしょ。で、少しずつ動くでしょ。これがね、しんどいんですよね。これが一番神経ね、やられますわ。あの辺はね、もう、なんていうんかね、まあ、休憩しなくてもいいと、いった感じでね、やっていただきたいですわ。ほんとね、くたびれましたよ。それどころかね、もう、早く家に帰って寝たいですよ。はい、そんなところでクリスマス寒波やられましたけれども、で、年末か年明け頃にまた強烈な寒波が来るらしいですけれども、この間の寒波もね、結構きつかったんでね、もう西日本はどうかな、西日本はもう
もうあれ以上の寒波は来ないのかなと、今シーズンは来ないのかなという気もしますけれどもね、まあ分かんないですけれどもね。まあ北国の方ではね、今からが本格的な冬と、で西日本の方ではですね、そんなに寒波がね来てもそんなにすごく冷えてすごく積もるというような寒波はね、まあ例年ないんでね、まあ、この前結構ね広島県大竹あたりでは平地でも5センチくらい積もりましたね。まあ5センチどころの雪はね、まあ雪のうちにはね、積雪のうちには入らないんですけれども、まあそれにさってね、明け方が冷えたんでね、路面が凍結して、それで事故とかね、起こしてましたね。で、恐れを知らないというかね、雪の恐ろしさを知らないというか、凍結の恐ろしさを知らないのか、結構飛ばすね、車がいましたね。乗用車もですけれども、トラックもね、まあ高速道路なんかでも車間距離を詰めてね、オラオラの感じで、俺は雪慣れてるから大丈夫だみたいな感じでね、飛ばしていく車見ましたけれどもね、まあああいうなの見るとね、怖いですね。まあ事故るならよそに行って事故ってくれよっていう感じですよね。自分の後ろで事故れよと、自分の前の方に行ってからやってくれんなと思いますね。はい、まあそんなところで、まあ冬始まったばっかりですけれども、で、まあ冬休みにも入りましたんでね、乗用車が多いですね、マイカーが。多分大学生などもね、休みに入ってるのかな。まあ日中でもね、夜でもマイカーが目立ちますね。で、夕方なんかね、まあ、冬休み前まではね、まあ、マイカーがいても、まあ、仕事関係の、まあ、通勤とかね、帰宅の車とかが多かったですけどね、今、おそらく、子供、小学生だとか中学生だとかね、そういったようなね、子供を連れて、まあ、買い物に行ったりだとかね、ちょっと遊びに行ったりとかね、そういった車がね多いように思います。これはどういうことかというと、我々はねどういうことに気をつけなくてはならないかというと、やっぱりサンデードライバーと一緒でね、お母さんがね運転する車がね非常に多いです。で、お母さんってねあんま悪いけれども運転にやっぱり慣れてません。で、交通の流れそれだとか交通ルールというかね、そういったもんもねよくわかんない人もいるし、そのマナーというんですかね、で、スピードに乗り切れないっていうんですかね、一台だけが遅かったり、バーッと走って、バーッと止まってみたり、それがね、結構女の人がね、多いですね。なのでね、我々トラックドライバーも、そういったようなね、車に十分注意しなくてはならないと思います。で、停止線もね、オーバーして止まってみたり、これまたね、女性に多いんですよね。で、こういったらね、女性の方に叱られるかもしれませんけれどもね、女の人ってね、バーッとアクセル踏んで、バーッと止まる人がね、多いですわ。もうやんわり出て、やんわり止まればいいんですけれどもね、バーッと行って、ガーッとブレーキをね、踏んで、
中の、あの、いつやらね、中の子供がね、あの、踊ってましたね、中でね。踊ってるというかね、あの、前後に、もう、あの、カックンカックンしてましたね。こういうお母さん怖いなと思いましたわ。これ、まあ、ご主人、文句言わないのかなと思いますけれどもね。夫婦揃るとそんな運転なんかな。よくわかりませんけれどもね。まあ私はね、まあ妻、めったに運転しないんですけれどもね。まあ今ね、免許更新してないんですよ。今ね、執行中です。で、免許もう更新しないんでね。なので、もう免許ないんですよ、今ね。なので、まあ今は乗れませんけれども、その、妻が運転している時など、まあ私が、まあアドバイスじゃないけどね、ブレーキの踏み方だとかね、あの交差点の進入の仕方だとか、大型トラックはこういう目線でマイカーを見ているから気をつけなくちゃならないぞと。で、大きな車はこっちからはトラックが見えてても、トラックの方からはこっちは見えないからと、見えにくいからと、死角が多いから、極力はトラックと並行して走らない。で、トラックから離れて走れと。で、トラックの前は走るなと。まあ、いろんなことを言ってきましたね。で、まあ、事故の経験じゃないけどね、まあ、私の事故を起こした時も、まあ、その時には、まあ、妻と結婚してますけれどもね、まあ、いろんな経験談をね、話したり、するんでね、結構交通ルールだとかあれ、うるさいんですよ。うちの奥さんはね。はい。でね、私がね、まだ新婚時代というか、まあ、子供が小さい時ですね。まあ、本当ね、事故しないために、で、若い頃というのはね、結構やっぱり、ね、やんちゃというかね、結構気が荒いというかね、やっぱり、ね、そういう時代もねありましたよ。あったんですけれども、やはりトラックをね運転するときには、まあ長距離なんか出ててもそうですけれどもね、自分の心を落ち着かせるためにですね、家族の写真を貼ってましたね、私ね。運転台の上の方ですね、見えるように。そこにですね、子供と家内の写真をね、貼ってって、まあ、お守り代わりにね、こちらのために一生懸命働いて安全運転せにゃいかんなと。いったところでね、してました。まあ、様々な道路走っているとですね、いろんな車がいて、変な運転をされたりね、割り込みをされたりね、なんか意地悪をされたりね、ありますよ。で、カーッと来る時もありますよ。畜生この野郎と、芝居だろうかと、そんな時もねありましたよ。でもそんな時にね、その家族の写真を見て、ああいかんいかん、歓喜起こしちゃいかんわと、こちらのために安全運転で帰らなきゃいかんなと、そういったところでね、お守り代わりに写真など貼ってましたね。まあ、結構そういう人ってね、無線仲間でいましたね。はい、そういったところで、あなたの安全運転の安全運転の、なんて言うんですかね、安全運転の秘訣じゃないけどね、あればまた
コメントの方でいただければいいなと思っております。本当ね、事故なんかしちゃダメですよ。はい、なところで本日の動画は以上です。ありがとうございました。